デビューするために最も必要な才能とはどんな才能だと思いますか？はい、これは多分僕的にはその小説を書くことが好きであることじゃないかなとは前から思ってまして、うん、その好きでもないと多分興味がない本でもその勉強その書くためには読む必要がありますし、その勉強したり、うん、まあ、多分好きじゃない、小説書くことが好きじゃないとそういうことは多分できないと思いますし、うん、それ好きになるってことは共有することって多分できないので、うん、その好きに小説書くのが好きであるっていうことが僕才能ではないかなというふうには思います。なのでその他の部分っていうのはまあ勉強次第でどうにでもなるので、その小説を書くのが好きであるっていうことが多分大切なんじゃないかなとは思います。まあ好きじゃないとどうしようもないよね。確かに、ね、そうですね苦しいだけなんで好きじゃないと。そうそうそう、結構ね、ハードに無理をすることも結構あるので。そうですね、よし、デビューして3年目かね、そうですね、ね、これからどういうふうになっていきたい？やっぱりその定期的に本を出していきたいとはですね、うん、そのコンスタンスをいっぱい出してきていたらなと思いますね。はい、まあ我々の頃に比べると本当に今は我々の頃以上にこう生き残るのが結構サバイバルが厳しい時代なので、まあ口を開けばみんなどこの出版社も愚痴を言うところ、アルファポリスは例外的だね。あそこは出版社としては非常に珍しく上場もしており、チェックしてみとく、年々増収増益、はい、肩で風邪きてるところなので、非常にその出版社としては珍しい、いいとこを見たので、はい、デビューできたよねそう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 、とにかくまあまあ、ぶっちゃけた話をするとさ、付き合いが一箇所だけだと何、はい、かあった時に困るので。そうですね、まあ次の版元、別の版元も、そうですね、アルファポリスさんも そこら辺は理解があると言いますか、ね、他のところとも書いた方がいいですよと言ってくれているので、担当さんもね、はい、だからそこら辺のところはとにかく、はい、仕事と女性は来るものを拒まずと。そうですね、いやいや、既婚者がなったからさそこはそうですねって言っちゃダメだよまあ、ぼちぼちやっていきましょう。